こんにちは。埼玉県にある園芸店サリベルの間室みどりです。今回のテーマは寄せ植えのリフォームです。今回の動画では春夏バージョンから冬バージョンへリフォームするっていうところと、簡単な土壌改良、あとは初心者の方にも分かりやすいように配置のコツとかを織り交ぜてご紹介していきたいと思いますので、最後までぜひご覧になってください。はい、この寄せ植えは大きめの寄せ植えなんですけど、幅は40センチ40センチで、深さが36センチぐらい、そういう大きいコンテナになります。で、これ植えたのは5月6月ぐらいだったと思います。夏をね越して、まあ、ちょっと傷んでるっていうところもありますけど、まあ、これから冬バージョンに変えていきたいと思いますが、まずこのサニベルがあるこの地域っていうのは冬の最低気温が寒い時でマイナス5度ぐらいまで下がります。なのですごく冷たい乾いた風が、強風が毎日のように吹きつけるっていう、そういう環境です。それも踏まえて植物選びとかコツをご紹介していきたいと思います。はい、それでは今現在何が植わっているのかっていうと、ここにはペチュニアですね。ここに、スーパーアリッサムのフロスティーナイト、斑入りのタイプです。これがヘリオトローブ、これが、ロフォミルタス、そして真ん中に、ワイヤープランツのスペード、あとはここに、コロキアのフロステッドチョコレートと、ジャスミンの、斑入りジャスミンのミルキーウェイですね。こんなのも入ってます。あとペチュニアがもう1カップ入ってますね。そして、今日は寄せ植えに使って残すものと、ちょっと取っておこうかなっていう、ちょっとね株を見ながら考えていきたいと思うんですけど、今の希望としては私はスーパーアリッサムのフロスティーナイトとこのロフォミルタスを残してリフォームしたいと思います。はい、じゃあひとまずは株をそっくり移していきたいと思いますけど、一個一個ね、ペチュニアだったらペチュニアっていうことで、土、結構ね大きく土をこう取りながら移していきたいと思います。ハンドフォークをね使ってざっくり、はい、株の周りをこうちょっとね一回こうサクッと、ね、入れると掘り起こしやすくなるので、だいたい株の中心このぐらい、こういう感じで大きめに掘り上げる。残しておきたいものっていうのはやっぱりちょっと大きめに根をねなるべくたくさん一緒に掘り上げるっていう風にしておきます。他の根も絡まっているので、ね、取りづらかったですけど、こんな感じで、はい、一緒にジャスミンも一緒に取っちゃいました。はい、そしてこの子ですね、こうやって、しっかりとフォーク、ガーデンフォークでガツガツと、はい、便利ですよね、そのガーデンフォークね。ガーデンフォークはねサクッと入ってくれる。すごい取れましたね。取れました。で、よいしょ、ペチュニア。ヘリオトロープは寒さに弱いんですよね。ヘリオトロープは寒さに弱いので、はい、残しておきたい方はお部屋の中ですね。はい、はい、で、スーパーアリッサ最後こういう感じね。よいしょ、植物をもう取り出しました。はい、綺麗に。綺麗にね、うん。じゃあもうこれで植えちゃって OK ですか？ね、土だけを見るとね、なんかわからないんですけど、根っことかをね、軽く取っておきます。雑草とかね。はい、うん、まずこういうね、根を軽く取り除いておきます。すごい。取れますね。取れます、取れます。全部こう新しいものに変えた方がいいんですけどね。そうですよね。万が一病気とかが入った時にそういう菌とかも一掃できるので、ただ今回は簡単な土壌改良などをしていきたいと思います。うん、はい、
虫が嫌いな方はごめんなさいなんですけど いますよ。ほら、これ何の虫ですか？コガネムシの幼虫じゃないの？ああ、すごい強い、みどりさん。それでなんとなくコガネムシの幼虫がいるっていうことと、まだこうね、こうつぶつぶ感があるっていう土ですね。はい。はい、これが粘土質のようにもうベチョベチョとか固まっちゃってるような土だと、もう入れ替えをした方がいいんですけどね。はい、はいはい。さっきね、幼虫を発見してしまったので、はい、幼虫さんにはかわいそうなんですけれども、カルホスっていうね、薬剤を使って、まあ、ちょっと駆除していきたいと思いますけど、はい、根をね、あの幼虫食べちゃうんですよね。食べたり、やっぱり植物根が要なので、それでグラグラっとしちゃって、はい、気づいたら植物が枯れていたっていう、そういう状況にならないように害虫を駆除したいと思います。はいはい。でこれはうっすらと、ね、土の上が白くなる程度、ま、撒いてよく混ぜ込むタイプになります。しっかりと手袋とかマスクとか、ね、使用上の注意をよく読んで使いましょう。はい。少し、土をね入れ替えます。厳密にどのぐらいっていうものはないんですけど、はい、よく掘り起こすと下の方に根が、はい、この程度ね、この程度でいいかな。はい。ここからは土壌改良をしていきます。はい。これは巻くだけで蘇るっていうあの商品なんですけど、はい、これはもうあの古い土の上に置いておいたり混ぜるだけですぐあの使えるっていう便利なものなんですけど、はい、まあ、こういうね、あのよくリサイクル剤、土のリサイクル剤みたいに書いてある、はい、うん、こういった商品をちょっとね使って新しい土を混ぜるっていうところで、なんかあの手軽にやる方法があります。はい。でこういう商品を選ぶポイントなんですけど、すぐ使えますよって、あの植え付け後すぐ使えますよって書いてあるものを選ぶといいと思います。はい。するといろいろなものとね混ぜやすいので、書いてある量をね守ってというか、どのぐらいですよって書いてあるので、それをなんとなく入れて、若干少なめでも新しい土を足すので、大丈夫です。だいたい半分ぐらい。そして今日新しく足す土です。こういうね、赤玉と腐葉土とゼオライトって言って水はけよくするタイプが、ね、うまく混ざったこんな土があります。はい。うん、ない方は赤玉と腐葉土を同じぐらいの比率にしたものを出していきます。はい。まあ、どうしてもないという方は草花用の培養土を足して使うっていうのでも、うん、ダメじゃないですね。はい。私はこういうあのサラサラした土がやっぱり根のためにすごくいいので好きなんですよ。はい。ちょっとつぶつぶしてるというかね、好きなんです。はい、はい。そして混ぜていきます。こんな感じで。はい。そして、元肥えとして、肥料、緩効性の肥料、はい、花苗を植えるのでね、ちょっとリン酸分も多い肥料を大体、まあ、規定量ですけどこの辺でいいと思いますね。はい、はい。これはスーパーアリッサムのフロスティーナイトの2株です。はい。このまま植え付けていきたいと思います。で、植え付け終わってからちょっとね枝ぶりなどをこう切ったりして調整をしていこうかなと思ってますけど、まあ、この時にこういう枯れてる葉っぱとかもしあれば切っておくっていうのもいいと思います。はい。それでは植物の説明も兼ねて、配置をやっていきたいと思います。はい。今回はエレモフィラ、はい、これを中心に1本ね置いて冬の感じを出したいと思います。はい。エレモフィラと言います。はい、はい。今回これを中心に三角形を作るように配置していくんですけど、まずこれど真ん中ではなくてちょっと後ろめ、ここを株が一つ一列入るぐらい残して、ここで三角形を作るイメージですね。でやっていきます。でこれを中心に三角形に、置いていく植物が、まずは、はい、金魚草のトゥイニー。金魚草、最近は四季咲きのものが結構増えてきて、うん、これは八重咲きで四季咲きです。
で寒さに強いね、お花ですね。で金魚草をこのように三角形です。で、さっきエレモフィラ、この中心のエレモフィラは細い線で奥の方のお花もちょっと見えたりするので、こういうさらっとした立ち上がるものって合わせやすいなと思います、はい、そしてこの三角形で空いてるところに三角形を作るのがじゃん、あ、かわいい、スキミアルベラ。これはもともと日本の原産のものなんですけど、すごく寒さにも、はい、強くて日陰にも日向にも強いです、はいはい、日向に置いた場合はちょっと葉焼けしますけど、次から出てくる新しい芽っていうのはちゃんと対応して葉焼けしない強い葉っぱが出てくる。でもなんかとても強い植物なんですけど、はい、これも3株使うですけど、今回はさっき崩したこちらですね、ロフォミルタスと同じような色合いっていうところで、うん、はい、これで三角形を作っていきます、はいはい、ロフォミルタス手前にしとこうかな。そこまで大きい葉っぱじゃないので、後ろの方に入れなくても、うん、ね、はい、手前でも邪魔しないですよね。こういう感じ三角形、はい、で次の三角形、まだ三角形作るって感じですけど、はい、白、これはイベリス、イベリスといって、まあ、アリサムになんか似てますけどね、お花の形が、うん、はい、寒さに強いものですね、はい、で白は色的に合わせやすいっていうのと、このシルバーリーフが結構目立つ白っていう風に考えるんですね、うん、そうするとちょっとつながり感があって、ここでもね、赤と赤系と白系のなんかコンビネーションっていうところで今日の色合いのポイントですね、はいはい、でこのイベリスの白と三角形を作るのがさっき用意したリフォームするスーパーアリサムのフロスティーナイトで、これはちょっとね脇の方にふんわりと、ね、よいしょ、ちょっと仮置きなのでパパッと置いておきますけど、脇の方に置きますね。それで手前を少し開けた状態で三角形を、3個作りました、うん、はいはい、でこの空いてるところに手前に、まあ、冬の、まあ、代表ですよね、ビオラ、これシンシンと言います、シンシンっていうビオラ、すごく可愛いですね、はい、そして手前にこれはフォックスリータイムですね、斑入りのタイムです、はい、これちょっとね、寒くなってくると若干ピンク色っぽく紅葉するというか、すごく、ね、それもなんか隣のね、うん、シンシンの色と合わせていいかなっていうところですね、はい、それではね実際にこれを植え付けていきたいと思います、ね、ちょっと角度をつけるっていうかね、うん、ちょっとしたねちょっとした技です ね、 ね、真ん中って言っても真ん中の株と株の間の場所です。赤の三角形としてスキミアのルベラとロフォミルタス、この三角形。このチャンネルでは園芸の基礎知識など初心者の方にも分かりやすくご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。